新郎氏がよく言っていた。剣の道を極めるとは剣の心を知ることだとな。オラ亀仙人のじっちゃんから武道の精神と基本を教わったぞ。喜ぶがいい。サイヤ人の王子であるこのベジータ様が相手をしてやるんだから。我が左手に封じられし鬼よ、今こそその力を示せ。どうもよろずやの坂田銀時です。当分王に俺はなる。戦闘準備完了だ。燃えろ俺の何か。燃えろ俺の何か。おおなんだ、めちゃくちゃだよ。おお俺が叶うわけねえ。どこにいるんですか。おっとはっかっジャストウェイ。あんためちゃくちゃだよ。今だ。あんためちゃくちゃだよ。よっこらせい。はっけおっとはっかはっかはっかよっこらせい。よっけおれかふんをかめるはめぽそういうふうに思いながらいろいろとありますね。よっこらせい。かっ、それは現代さんに改造してもらったんですか。あんためちゃくちゃだよ。ジャストウェイ。そういう威力ありすぎ。けジャストウェイ。めちゃくちゃだよ。おれおれ覚悟を決めるわよ。なんか緊張だ。トム担当の志村新八です。ぐわりっとっとけ。ふっふっふっ。おねんねしやがれ。まっすぐに来たバカの魂はたとえその身が滅ぼうが消えやしねえ。このゲーム何でもありかよ。はめはめと余裕余裕。ごめんなさい。俺の大切な者たちに手を出すな。お前の次のセリフは、あれどこか俺と似ているな、という。銀さん、なんかこの人、銀さんと声似てるんですけど。あれどこか俺と似ているな。なんだてめえふざけやがって。抵抗できた予言だろうが。ふざけてるのは銀さんの方ですよ。信念さえあれば、人間に不可能はない。人間は成長するのだ。してみせる。ちゃんと協力して戦えるって証明します。拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえよな。よし、ビシバシ行くぞ。行くよ。もっ。ほっ。ふよ。もえ。よっこらせい。ほっよっとけっロープマジック成功。
君らとは戦う動機の格が違うんだ。